私の番だね。一人ずつ弱すぎるの。私の番だな。一人ずつ。私の番ですね。さて、倒されたいのは誰だ。一人ずつ。3ターンかかりますよ。 私の相手は誰かな？私の番だな。待ってました。死ぬがいい。弱すぎるな。なのに。私の番だな。誰にしようかな。 一人ずつ弱すぎるな。どうして私。これより、オペレーションジハードを開始する。私の番だね。死ぬがいい。弱すぎるな。ロックアウトしました。さて、倒されたいのは。私の相手は誰かな。待ってました。どうして私が。こんな。 バカな。はあ、本がボロボロじゃないですか。レベルアップ。レベルアップ。レベルアップ。やれやれっちゅ。おばはんの気まぐれにも困ったものっちゅ。一人で暴れるのは構わないっちゅけど、おいらまで巻き込まないでほしいっちゅよ。 ネズミさん、待って。じゃ、誰っちゅか。はあ、やっと追いついた。うわ、近くで見るとやっぱり可愛い。可愛い？オイラが？すっごく可愛い。ふふん。 なかなか見る目のある少女っちゅね。でもオイラはネズミじゃなくてワレチュウっていう可愛らしい名前があるっちゅ。ワレチュウ？うん、名前はあんまり可愛くないんだ。なんてちゅと。それよりネズミさんは、だから、ワレチュウっちゅ。 何をジロジロ見てるっちゅか。チャックはどこかなって。やっぱり背中かな。チャックなんてないっちゅ。オイラは生粋のネズミ。中の人などいないっちゅ。そうなの？うーん、困ったかも。なんでお前が困るっちゅ。だって、 ぬいぐるみのネズミさんは可愛いけど、本物のネズミさんはバッチリし。バッチリこないっちゅ。オイラほど水浴びだいすきなネズミはそうはいないって。いつまでもこんな頭のゆるいやつの相手はしてられないっちゅ。オイラは忙しいんだからとっとと帰るっちゅ。本物のネズミさんって、 生ゴミ漁ったり、ドブの中でバシャバシャ泳いだり、うん、やっぱりバッチーよ。その話はもういいっちょ。いい加減にするっちょ。それとそれと、え？あー、ネズミさん待って。
しつこいっちゅ。おいらは忙しいと何度言えばわかるっちゅか。ネズミさんが持ってるのって、なんて名前だったっけ。そのあれだよね、ノワールちゃんとネプちゃんが欲しがってる。何を言ってるのかさっぱりっちゅ。そのノワールちゃんとネプちゃんっていうのはさっきの二人組のことっちゅか。知らないけど多分そう。それで二人がすっごく欲しがってるから、それください。バカも休み休み言えっちゅ。これはそうホイホイあげられるものじゃないっちゅよ。そんな意地悪言わないでよ。それにあの二人はもうこの世にいないかもしれないっちゅし。あのおばはん容赦ってものを知らないっちゅからね。今頃きっとボコボコにされて、豊島のヒステリーに付き合わされて、ご愁傷さまっちゅ。どういうこと？ノワールちゃんとネプちゃんにひどいことしたの？オイラは何もしてないっちゅよ。ま、運が悪かったと思って諦めるっちゅね。二人に何かあったら、私怒っちゃうかも。ノワールちゃんには止められてるけど、でも今度はブツブツ言い出したっちょか。はあ、さすがにオイラも我慢の限界っちょ。女の子に手をあげるのは主義に反するっちょけど、ここは軽く痛めつけて。こういう時はいいよね。早く二人のとこに行ってあげなきゃ。まったく世話が焼けるんだから。ぎゅう、まぶしい。何が起きたっちょ。よくもまあ私に対して生意気な態度を取ってくれたものね。だ、誰っちゅか。あれ、さっきの女の子は。ネズミ風情が、汚い下水管を這い回るしか能のない低俗な月死類の分際で。もしかして変身したっちゅか。まさかまさか女神だったっちゅか。女神？誰が呼び捨てにしていいと言ったのかしら。びっくー、いや、やばいっちょ。オイラの中のネズミがこいつとは戦っちゃダメだと告げてるっちょ。でも体がすくんで逃げることも。私のことは女神様とお呼び。ギュギュギュー。そんな、手も足も出ないなんて。こんな強いなんて聞いてないよ。主人公が第一章でいきなりやられちゃうなんて、そんなのあり？弱い、弱すぎるな。イライラする。なんで私はこんな雑魚を相手にムキになってたんだ。知らないよ、そっちが勝手に絡んできただけなのに。黙れ！その声を聞くと余計に腹が立つ！あたー！ネプチューン！もういい！終わりにしてやる！せいぜい派手にくたばりな！終わり…なの？悔しい…私が女神だったら…こんなやつなんかに。変身さえできればこんなおばさん楽勝なのに。もうダメだね、バッドエンドリューと直行だよ。どこで選択肢間違ったかな。直前のセーブデータから回避できるかな。さあ死にな。ネプー
誰だ、邪魔をするな。あらあら、無様ね。でもとっても素敵。可愛い女の子たちが醜悪なゲスに蹂躙されている様なんて、そうそう見れないものね。何者だ、貴様。うわぁ、また悪者っぽいのが来たよ。何あれ、女王様、専門のおばさん、拷問の女王様。うん、助かる見込みゼロだね。完全に詰んでるよね、これ。なんで変身してるのよ、プルルート。あ、そういやプルル、どこ行ったんだろう。一人で逃げちゃったのかな。うん、恨んだりしないよ。私の分まで幸せに生きてくれれば。え、変身ってことは、え、まさかまさか、あれがブルルンなの。あら、ご挨拶ね。ノワールちゃんを助けてあげるためにわざわざ変身してあげたのに。理想だけは高いくせに、無力で非力で目の前の敵を倒すことさえできない、とっても哀れなノワールちゃんをね。くぅ、そこまで言われたくないわよ。まあ可愛らしい、一丁前に悔しそうに涙なんて浮かべちゃって。ダメよ、そんな顔しちゃ優しい私でもついいじめたくなっちゃう。それとももしかして、いじめてっておねだりしてるのかしら。そんなわけないでしょ。これだから嫌だったのに。変身するなってあれほど言っておいたのに。これがプルルン、あのほんわかのんびり天然さんのプルルンなの。信じられないよ。そりゃさ、私だって他の女神だって変身したらちょっとは性格変わるけどさ、これは異常だよ。ゲシュタルト崩壊ってレベルじゃないよ。貴様、さてはプラネテューヌの女神だな。ご名答、プラネテューヌの女神アイリスハートよ。まあこの姿を見れば脳みそ空っぽのおバカさんでもわかると思うけど。随分と生意気な口を叩くな。貴様が手に引きずっているのは。ええ、あなたのお友達のネズミさん。なるほど、ネズミでは歯が立たない程度には腕が立つようだ。だがその程度で調子に乗っているなら、すぐに後悔させてやるがな。まあ、逆ってるわね。そんなのがっつくものじゃないわよ。あなたにはいいものを見せてもらったし、後でちゃんとご褒美をあげるから。でもその前に、二人とも、これなんだ。それは、あ、女神メモリーだっけ。力ずくで奪ったか。野蛮な女神もいたものだな。あら、ひどい。これはネズミさんへのサービスに対する正当な対価よ。さて、これから大事な話をするから、あなたはちょっと黙っててね。ねえ二人とも、これが欲しいかしら。欲しいに決まってんでしょ。私も欲しい。そっか、欲しいんだ。だったらそれなりの態度ってものがあるわよね。私がこれをあげたら、二人は代わりに私に何をくれるのかしら。何？ウルルンでは何が望みなの？あ、もしかして私の体？ダメだよ、そんなの。んでも恥ずかしいけど、私ブルルンにだったら。バカ、この状態のプルルート
ートにそんな冗談通じないんだからね。ふーん、ネプちゃんの体か。ふふふ、悪くないわね。おお、今背中にすっごい予感が走ったんですけど、これかなりまずいこと口走っちゃったかも。ブルナ、やっぱりやっぱりやめたなんて言わないわよね。ああ、う、いや、その、いや、優しくしてね。私はいつだって優しいわよ。まあ、ネプちゃんの体は後のお楽しみとして。ねえ、ノワールちゃん、ネプちゃんは私に体を捧げてくれるんですって。当然ノワールちゃんはそれよりすっごいものをくれるのよね。か、体よりって、バカじゃないの。そんなもの出せるわけが。もう、あなたが変にハードル上げたせいで。面目ない。まさか本気にされるとは思わなくて。私の体、どうされちゃうのかな。そっか、それじゃあノワールちゃんはいらないんだ。ああ、残念。だったら私が持ってても仕方ないし、捨てちゃおうかしらね。そんな、捨てるくらいならくれたって。本気じゃないわよね。ね、あんなに欲しがってたから喜んでもらえると思ったのに。ノワールちゃんが自力で手に入れられるのは一体いつの日になることか。ノワール、プライドなんて捨てちゃいなよ。簡単でしょ。多少ちょめちょめなことされちゃっても、ノワールなら汚れキャラでもいじられキャラでも華麗に転身できるって。どっちも嫌よ。あなたは黙ってて。ああ、そうだわ。捨てても誰かに拾われたりしたら面倒だし、壊しちゃった方がいいわよね。思いっきり地面に叩きつけて、粉々になるまでヒールで踏みつけて。あ、待って、お願いだから待って。あら、空耳かしら。私が聞きたいのとは全然違う言葉が聞こえてきたけど。分かったわよ。から、何？聞こえない。あなたの言うこと何でも一つだけ聞くから、だからお願い。素敵、すっごく魅力的な提案だわ。うわ、ずいぶんと思い切っちゃったね、ノワール。さて、二人とも大変よくできました。それじゃあお待ちかねのご、は、あ、び。おお、いろいろ複雑な気分だけど、ありがとう、ブルルン。やっと、これで私も。お待たせ。あなたなかなか素直ないい子ちゃんなのね。本当に黙って見ててくれるなんて。くだらない茶番に口を挟む気にもなれなかっただけだ。それよりいいのか？こいつらは貴様のお友達なんだろう？ええ、そうよ。それが何か？女神になれる資質を持った人間は10万人、いや、100万人に1人存在するかどうかだ。もし資質のない者がそれを使えばどうなるか。知らないわけではないだろう？醜い姿に変えられてしまう、だったかしら。まあそうなっちゃったら仕方ないわよね。冷たい女だな、プラネティウヌの女神。勘違いしないで。私はノワールちゃんとネプちゃんが女神だろうと醜い化け物だろうと、ちゃんと
同じように可愛がってあげられるってだけよ。そうだったわ。もし私に女神になる資質がなかったら、そうなったら私は。よし、一番ネプチューヌ行きます。え、ちょっとあなた少しは躊躇とか不安とかそういうのは。そんじゃノワール、お先。待ちなさいってば。女神になるのは私が先よ。な、まさか。さすがは私のお友達。久しぶりね、この姿になるのは。いいえ、向こうとは少し違うかしら。慣れた。私が女神に。当然よね、私が慣れないわけがないものね。最高の気分だわ。あら、ノワールの方は随分と印象が違うわね。二人とも、とっても素敵よ。信じられん。こんなこと、確率的にありえるのか。事実を前にして、確率にどれほどの意味があるのかしら。さてと、さっきはよくもやってくれたわね。たっぷりとお返しさせてもらうわ。大変ね。三人も相手にしなきゃいけないなんて。あなた壊れちゃうかもね。調子に乗るな。女神になりたての分際で逆にちょうどいい。下手に力をつけられる前にまとめて葬り去ってやる。使い古されたセリフね。ああ、そうそう、言い忘れてたんだけど。なんだ、この後に及んで命乞いじゃあるまいな。違うわよ。あなたがこの二人を勝手にいじめたこと、あたしちょっとだけ怒ってるの。だから手加減してもらえるなんて思わないことね。